写真拡大。最下位ながら奇跡の逆転 CS 出場に望みをつなぐオリックスに強力サポーターが誕生だ。 M1 グランプリ2018覇者の漫才コンビ霜降り明星がバファローズファミリー入りを宣言。ミラクルを信じてバックアップを約束した。聖夜と粗品の2人は2年連続でオフに京セラドームで行われる BS ファンフェスタの MC を務めた。昨年は M1 グランプリ決勝を1週間後に控えたタイミングでの開催だったこともあり、選手から励ましの寄せ書きをもらい見事に優勝を果たした。2人は25日の日本ハム戦後に行われた真夏のファンフェスタで再び MC として京セラドームに凱旋し、祝福ムードに包まれている。粗品が自分たちも M1 に対して命を懸けてやってきた、それに近い情熱をオリックスからも感じています。チームが CS に出場できるように応援していますといえば、聖夜も M1 で優勝してまたドームに帰ってこれて嬉しい。日本一のパワーを少しでも皆さんに与えたいと思いました。前からオリックスさんにはお世話になっていて、年を増すごとに好きになってます。優勝を見届けたいと熱い思いを語った。26日現在最下位とはいえ、 CS 圏内の3位までは 3.5 ゲーム差。苦しい戦いは続くが、聖夜は僕らが東京でオリックスさんのことをあまり知らない人に広める宣伝活動をしたい。微力ながらできると思う。僕らのやっている YouTube やラジオ番組で伝えたい。優勝をライブで伝えるのもいいですし、二人ともめちゃめちゃ泣くと思います。生で優勝を見たいとサポートを約束し、粗品もなんか僕たちもお返しできたらと思いますと誓った。お笑い界の超人気コンビの広報マン就任でオリックスがミラクル実現を目指す。